この程度か。これは何だ？この中…だから現実の流れを感じる。多分この駅のコントローラーじゃないかな。私たちにはあまり関係ないものだと思うけど。前方に敵を確認。イエン、戦闘準備をしてください。レベルアップです。
これが起動機だな。よし、駅長さんとマンガンのところへ。戻ろっか。こちらで間違いありません。これを使えば駐車場にある一番大きなビークルゼオライト号を起動できます。ゼオライト号なら満潮湖まではあっという間でしょう。お気をつけて。レールの再起動は私にお任せください。準備完了。この程度か。このビークル本当に使ってもいいの？ええ、もちろんですとも。こいつもあなた方と一緒の方が嬉しいでしょう。
駅長さんは？よければ一緒に行こうよ。残念ですが、私はここを離れるわけにはいきません。私の仕事はお客様の旅を支え、ご無事をお祈りすることですから。助力ありがとう、駅長さん。おや、あなたも出発されるのですか？果たすべき約束があるんでな。ではお客様も行ってらっしゃいませ。人は誰しも一本の川、それぞれ流れ行き着く先があるか。私たちの目的地は満潮湖、正確にはそこにある集落だよ。あ、でも到着にはまだ時間がかかるから、調査員さんはそこのベッドで少し休んでて。あれは調査員さん、調査員さん起きて。睡眠時間は1時間15分、ノンレム睡眠は13分以下と計測。すみません、あのちょっといいですか？ああ、お嬢ちゃんはフリリンと戦隊どっちが好きだ？え、どっちも好きだけど、フリリンの方が好きかな。そうか、やっぱりフリリンだよな。俺もそれで。フリリン好きのお嬢さん、俺に何か用か？モーターレイが故障した。修理を依頼したい。モーターレイね。確か生かした旅の乗り物だったよな。屋根のないな。
あ、できるか。まあな、むしろこの星のどこを探しても俺よりこういうものに詳しいやつはいねえだろうな。でもな、あんた地球人だろう。俺があんたを助けたところで何の得になるんだ。ちょっと、こんな状況で交渉なんて。俺は地球の機械は好きなんだ。だが、あんたも知っているだろう。あとな、今は飯の時間なんだ。わかるだろ。まあ、じゃあこういうのはどうだ。何でもいいから料理を一皿作ってきな。あんたがもしこの星の食べ物を食べられるって言うんなら、モーターレイの修理をしてやってもいい。本当？実はマンガンの調子があんまり良くなくて、一休みした方がいいかもって思ってたんだ。それにいい機会だし、調査員さんにもアリンド星の食べ物を味わってほしいな。ホテルの1階の調理台を借りて料理を作ろうよ。久しぶりね。オーナーさん、こんにちは。今日は新しい友達を連れてきたの。あなたは地球から来たお客さんだね。ようこそ惑星アリンドへ。さて、ご注文は？私にできることなら何でも言ってね。調理台を借りたいんだけど、いい？もちろん。うちのちょ、あと、これは再会を記念してのプレゼント。地味で目立たない草な。私たちはこの星の食材を使ったアリンド料理を食べることで、原質が補充されれば、体力の向上や原質旅を続けていれば、いろいろな食材とレシピに出、地球から来たあなたにもアリンド料理を気に入ってもらえたら嬉しい。あら、いけない、つい喋りすぎてしまったね。オーナーさん、ありがとう。またいつでもいらっしゃ。よろしく。賛成。
どうした？そんなにまずそうに見えるか？いや、ただよし、あんたのモーター類は任せろ。約束だからの。とはいえ、地球の機械を修理するのはそう簡単じゃない。時間はかかるが、いいな。ああ、頼む。よし、一件落着。これからどうしようかな。今ここは穏やかに見えるかもしれないが、村の方は大変なことになってんだよ。おとなしかったはずのテヘレットが急に暴れ出して人を襲うようになってるんだ。だから念のためレイに会いに行って状況を確認した方がいい。彼女はこの村の責任者だからな。そういえば暴風に巻き込まれた時もテヘレットが満潮湖駅に侵入してきてたね。なんだって？駅長は無事かわかるか？うん、私たち駅長さんに言われてここに来たから。私は最初からここに来るつもりだったけど。なるほどな。よし、わかった。駅長の紹介なら仕方ねえ。必ずあんたのモーターレイを完璧に直してやるよ。だからこっちは任せて、早くレイのところに行きな。グリグリグー。うん。you
解決したくないというわけではありません。ただ私はこのまま指をくわえて見ていろというのですか？大丈夫、必ず解決します。村のみんなを守るために。すみません、今はちょっと。もう少しだけ時間をくれませんか？レイ、僕はただあなたの力に。それは十分。あの人たちを入室させてください。